僕は満員電車の中で恋に落ちた。その人の横顔はあまりにも清冽で凛としていた。芸大を目指す浪人生あゆたと8歳年上の精神科医春日の切ない純愛、ガールフレンド夏希への後ろめたさ、春日が抱える癒えない傷、でも僕の心は誰にも止められない。直木賞作家村山由佳の大ベストセラー天使の卵、集英社文庫より好評発売中。